So, go to Wangshu Inn. Yep. オイラの気のせいか？あのヒルチャール、なんだか変だぞ。これまで見てきたヒルチャールも魔物ではあるけど、あんなの見たことない。あ、この辺りって防御旅館の近くだよな。お客さんに被害が出たら大変だ。見た以上放っておくこともできないし、退治しよう。 Okay, defeat the hill trolls. Is that it?Okay. Oh! この敵まみれのやつら、普通のヒルチャールより厄介だぞ。パイモン、大丈夫？どこ？ Where's... パイモン should be here, right? おい、あっちを見ろ。人がたくさん集まってる。 Okay. Ooh! Ooh, 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 what is this? Is that the talisman that we got from Koshi?あの仮面のやつ見たか？あいつの周りにいたヒルチャール怯えて逃げてったぞ。Okay. Could he be an adeptus? Looks like he was using some sort of an adeptus art. ショーと同じ仙人ってことか？言われてみればショーも同じような仮面をかぶってたことがあるな。Okay, I'm sorry. Where's Paimon? さっきのあいつのやり方、なんだかショーよりも仙人っぽかったぞ。話を聞いてみようぜ。Okay, Mihoyo? Excuse me, please? こんにちは、オイラたちは。礼には及ばぬ。魔を退治し、世を救うは仙人の本分。研究する価値もなし。Wait, is this the same guy that was in the Ganyu story?君たちは見慣れない顔だね。我が輩はてっきり信者のものかと。Okay. オイラはパイモン。こっちはオイラの仲間だ。なるほど。では我が輩も名乗るのが礼儀であろう。ゴホン。我が輩は達成革新天君。信者たちには精神天君と呼ばれている。世を救うため下界に降りてきた。ここであったのも何かの縁。願いがあるなら我が輩に言ってみるがいい。願い？お前、人の願いを叶えられるのか？オイラはてっきりリーユへの仙人は喧嘩だけが取り柄かと。天君は神君よりも上の戦意だからな。自分で自分を褒めるのは我が輩の心情に欠ける。信者に我が輩のことを聞いてから判断するといい。 I like how the three NPCs are still just cheering like yay. Why? We're talking here. Okay, so I guess彼らと好きに話すがいい。我が輩は自分を評価するのが苦手でな。あ、sorry. Okay, well, I don't care. 精神天君様を見たか。本当に神々しい。これで父上の病もきっと。あんなものを見せられて疑う奴はいない。あれは正真正銘の仙人だ。以前寝たきりの父上のために薬を頂戴したことがあってな。不ぼくろのものとはまるで違った。薬から漂う淡い霧が何より戦術っぽかったね。無評花がついてたってのもあるかもしれないが、とにかく仙人の薬はすごいんだ。父上の病もきっと治る。父上の命と比べたら精神天君様に捧げた骨董品なんて安いものだろう。精神天君様がいれば、仙岩軍なんていなくてもいいだろう。
This model and face and hair is literally the... I forgot his name. He's in Wang Shuin. Why? They're reusing assets. 私は商人なんだが、以前仕入れた商品が非常に高価なものでな。その時、精神天君様に同行を依頼したんだ。精神天君様が呪符を使ったおかげか、道中魔物の影も形もなかった。依頼費は確かに高かったが、下船も簡単なことではない。お前たち他国の人からしたら理解しがたいものかもしれないが。So basically, you paid money. Okay, well, that's very, very believable. 毎日が希望に満ち溢れている気がします。あなたたちも精神天君様の信者ですか？婚約者が蒸発してから毎日が辛くて。精神天君様の戦法を試したんです。彼の肖像画を燃やした灰を日の出の瞬間海に吹き散らすんですが、そしたらなんだか彼が私のところに帰ってきた気がしたんです。本当です。あれは絶対気のせいなんかじゃなかった。ですので持参金を全て精神天君様に捧げました。だって彼が夫を帰らせてくれていなかったらこんなお金持ってても何の意味もありませんから。Okay, so pretty much all of them paid money. Okay. どうだった？信者だから多少誇張してたとは思うが、すべて本当のことだ。君も冗談が好きだな。昔偉大な仙人がいてな、漁師と呼ばれていた彼の言葉にこんなものがある。万物は全てにおいてつながっており、心理効果とはコンパクト結末を結ぶ因縁。 I'm sorry, I know my English isn't that good anyway, but what the hell is this? Betwixt? What is that? I feel like I've heard it before, but... Okay? つまり彼らの願いはすでに実現に向けて順調に進んでいる。わかったかな？さっぱりわからない。簡単に言うと、あいつらの願いは叶ったってことか？そういうこと。賢いな、君は。そういえば、もう一つ疑問が。なんだい？言ってごらん。Go on, take it off, let me see. おい、失礼じゃないか。これには事情があってね。我が輩は世を渡り、善行で世を救う。面倒事が起きないよう正体を隠しているのさ。なるほど、なるほど。では二人の願いを聞こうか。I'd like to get rich quick. I want power rivaling that of the gods. I want to know where my sibling is. I guess we'll just be humble. それはきっと悲しい過去があったのだろうね。いいだろう。その願い叶えられなくもない。ただ少し。少し。なんだ？先導は五星に従う。もし我が輩の意図がわからないのなら、願いを叶えることはできない。どうしよう、何言ってるかさっぱりわからない。 I think he wants us to sweeten the deal. I think he wants some more. なるほど、仙人に助けてもらうにはそれなりの対価が必要だってさっきの信者たちも言ってたな。でもオイラたち、あまりお金になるものは持ってないぞ。お前は神の目すらないし。あ、オイラたちで美味しいものを作ってやるのはどうだ？美食の誘惑に勝てる人はいないだろう。I mean that face though. I was focused on the answers. I didn't look. Okay.
I guess. そうだ。美味しいものを作ろう。これなら絶対にいけるぜ。じゃあ早速万文集社に行って何か最新の流行レシピを探そうぜ。Okay. この五宝泉州夜叉録でいいの？ああ、釣りはいらない。あら、太っ腹、感謝するわ。あいつ、なんとかかんとか神殿くんじゃないか？なんでこんなところに。Coincidence or adaptance? Okay, I'm not even gonna try. さっき五宝泉州夜叉録って本を買ってたみたいだぜ。確か仙人に関する本だった気がするけど、なんで仙人が自分に関する本を買ってるんだろうな。え、そうなのか？どこが怪しいんだ？His mask is so ugly. What if Neph doesn't want people to pay him more? He's a... I'm not a god. Oh, 確かに他の仙人はみんな欲がない感じだったな。ふむ。どうやらあの本の内容を確認する必要があるな。何か手がかりになるかもしれない。Excuse me.五宝泉州夜叉録って本は売ってくれないか？あら、そんな古い本いつの間に人気が出たの？若い子が好きになるなんて珍しい。そこの本棚にあるから探してみて。Excuse me, where? Here? Oh, okay, well that was easy.買わないの？もう十分読んだでしょ。これだ。早く何が書いてあるか見ようぜ。太古の昔、リーユエは正気に満ち魔に溢れていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟を撒き散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪異、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は仙人の夜叉を召集し魔を滅することにした。彼らは誤報のため殺生し悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、誤称に囚われ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ魔物となる者、最も強かった5人の泉州夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、1人が行方不明となった。 Oh my god。 幾千年の時を超え生き残ったのは高魔大聖ただ1人。そして彼の姿を覚えているのは幸運閣に照らされる月明かりと敵歌集の笛吹きだけとなった。 Oh my god! I was not expecting any of that. これはリーユエを守っている泉州夜叉たちに関する本みたいだ。なんだかリーユエにある歴史書じゃあまり見ない内容だな。何か気になるところはあったか？Soul surviving Yaksha. Oh! Yaksha は全部で5人いたけど、今生き残ってるのは1人だけだ。ひょっとして、あの天君と何か関係が？でも、どう考えてもあいつじゃなさそうだな。こんな苦痛、あいつには耐えられそうにないぞ。本に書いてあるのは、魔人戦争時期に敗れた魔人の怨嗟が疫病や怪異や変異を生み出すとかなんとか、どれもヤバそうな災難だぜ。あ、
もしかして前に見た全身邪気まみれのヒルチャール、もしかしてこの本に書いてある変異じゃないか。 Oh shit! Oh my god! Wait! 本の中では魔人の怨嗟と千年争った夜叉たちですら合唱に陥るって書いてあるぞ。魔人の怨嗟に汚染された夜叉が考えもつかないような恐怖、不安な苦痛に苦しめられる。リーユエを千年も守って見返りがない上にこんな苦痛を味わうなんてかわいそすぎるぞ。おう、この本の大事なところはもう全部見たな。あの邪気を帯びたヒルチャールの正体、それにあの天君と夜叉の関係がこの事件の要だと思うぞ。もう一回現場に戻って確認する必要があるな。霧に包まれた謎を明るい真実で照らしてみせるぜ。This is true. Why is Paimon so interested in this? 実はオイラ、あいつが本当の仙人であってほしいんだ。だってあいつの魔を退治する力は本物だったからな。でも期待が大きいほど失望も大きいから、事前に調査する必要があるだろう。じゃあ防御旅館にもう一回行ってみようぜ。 Why is it pouring?Doesn't work. Magahai ni shitagae. Aki Taisan. Taisan. Hayaku Taisan wo. Berunia. Shimatta. Tenkun ga nanka yabasou da zo. Chikaku ni hito mo iru shi.オイラたちも加勢しよう。そんな近畿滅却の札が効かないなんて、ヒルチャールのまとってる邪気がまた強くなったのか。近畿滅却の札、なんかどこかで聞いたことあるような。Ah yes, the get out of Juyun free card. そうだ、それだ。仙人の目印だから、きっと仙人の力が残ってたんだ。あれを使って魔物を退散させてたのか。え、君たち何を言ってるんだ。これはただ、昨夜眠れなくてだな。仙力がまだ目覚めていないだけだ。もう一度チャンスをくれれば。また邪気をまとったヒルチャールがそっちに行ったぞ。今度は任せてもいいか。Well said, Paimon. 我が輩は体調が優れない。さっき戦力を使いすぎたせいかもしれん。そうでなければこんな夜間ごとき。 OK。 チェ、やっぱり嘘つきだったのか。見事に当たったな。旅人、オイラたちで追いかけよう。元素資格を使えば追跡できるぞ。 OK。 Use elemental sight to track down the hill trolls with the evil aura. Yeah, I should really use the elemental sight to track them down while there is a waypoint right there, as I missed an easy shot. Yup, I should really use my elemental sight. I should really use it. Oh, sure! Kouma Taisei じゃないか。通りであのヒルチャールたちが簡単にやられるわけだ。本物の仙人に話を聞いてみようぜ。 Hello? お前たちか。お前たちのことはよく覚えている。ここ一帯で妖魔に疲れたものを片付けていたんだが、
どうやら邪魔したようだな。あれ、なんだか素直になってないか。ここで妖魔退治してたのか。邪魔なんかじゃないぞ。この魔物が変異したのも我を取り巻き我を汚染する合掌の仕業だ。変異合掌、あれ、もしかして。確か章には御法夜叉っていう別名があったよな。そういうことだったのか。かわいそうな章。ああ、数百年前のくだらない物書きが書いたザレ言か。あ、諸行無常、一切皆苦、同情と涙は夜叉の意志には必要ない。我の亡き同志たちも後世に語られるために戦ったのではない。ごめんなさい。 I'm not sure if this is intended or not, but I just like howif you actually see it from like another perspective, I guess, I don't know. The sort of the screen is like split into two, where this part is like darkness when this is like light. What? Why did I say lightness? But like, yeah, I don't know if this is intended, but it just looks cool, you know? 構わない。まだ邪気が強くなってきている動点がある。もう行く。連れてってくれ。絶対役に立つから。必要ない。我は一人で行動する方が好きだ。それに変異の原因が我であっては。さっきのお詫びに。ダメか。ついてこい。じゃあずっと長い間合掌の苦しみに耐えてきたのか。苦しみは代価、節合を犯した償いだ。覚悟はできている。ただここ数年合掌があふれ出し聖者にまで害を加え始めた。我は反省しなければならない。準備ができたら行くぞ。あの妖魔たちを長く放っておくわけにはいかない。ここの邪気はなんだか身の毛がよだつぜ。西洋ナブを使いここの合掌を断つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。消えよ。 Oh my god, wait, what quest specific effect?As a result of the buildup of divine karma in the area, Shell will have Bane of All Evil permanently activated. It will constantly lose HP. Additionally, the effects of that divine karma will allow Shell to regenerate HP when he deals damage to opponents. Oh my god. Alright, we have trial. 24k at 88. Ooh. 1900.What the fuck? And no animo bonus. Of course. At level 88 as well? If I'm on rank 1? Artifacts? I'm pretty sure you can't see the things. It's noble, it's pretty cool. Ah, okay, well. Wow. Okay. Alright, so, くだらない。無駄だ。 You know, I'm really scared if I would like die here. If I just drop off. Wait, we're alone. I need to kill. My HP is just going down real quick. Oh my god, this is so fun. I forgot that we're already like on an ult.What is that, 12k every time? Muno.
無駄だ、無能。イエッ。ラストワン。西洋ナブ、それが歩行夜叉に与えられた力なのか。そういえばショウは魔物の前でだけ仮面をかぶるけど、あの達成革新天君はいつも仮面をかぶってるよな。達成革新天君、そのような名は聞いたことがないが。恥知らずの嘘つきだよ。この話はまた後で、まずは戦いに集中しよう。あ、I missed。いや、ここだ。無能、無能。ここだ。I'm starting to get the hang of it. My god, man, he's so OP. Wait, can I? Bro, I can. Okay.Oh my god, look at the spot though! There will come a time where people will definitely sell these sort of masks. And, I mean, I guess MiHoYo can actually just do it on her own. I would love to buy one if they actually make one. ここだ。無能、無駄だ、ここだ。ここだ。ここだ。妖魔に疲れた奴がこんなに。少しでも遅れてたら大変なことになっていた。さっきお前たちが言っていた達成革新天君とは何者だ。オイラが説明しよう。願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人であるショウには願いを叶える力ってあるのか。昔のリーユエには老せずして得ようとする者はいなかった。数千年前のリーウェイの民が必要だったのは自分たちの住むところを守る力。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人の方がいいんじゃないか。この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の意志に従うのみ。おいらまた間違ったことを言ってしまったみたいだぜ。そうだ、あの偽仙人は禁忌滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を。愚かな。消さずして退治など通りで全てここに集まるわけだ。このままでは我の手に負えなくなる。禁忌滅却の札をそいつの手から回収する。やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってたんだ。オイラたちを騙したあいつを懲らしめてやらないと。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。ショウが手を出せばもう二度と仙人を名乗れないと思うぞ。いや、我が撃つのは妖魔のみ。人は殺さない。おや、殺すとは言ってない。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂と体を引き離すのに使うが、これを応用すれば他人の魂を呼ぶこともできる。おわ、これが本当の戦法か。
Why did I think of it as like he can revive other people? This game off was with for sure similar to gifting dreams and visions. これを行うには儀式をする必要がある。悪いが、香炉を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。湿度を下げられるもの、あ、無氷花とかがいいんじゃないか。でも香炉と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体あるのは知ってるか。リーウェイの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。そこでなら祭事に使われていたものが残っているかもしれない。全てが揃い夜が来たら夜叉石像で我を待て。やり方を教えてやる。おお、Holy! Okay, well, that's done, I guess? No, it's not done, it's not done.川の流れに乗れば魂も揺らぐ。浮世を仰ぐセンスのように。What? There's a... Oh my god, I'm so pissed. I'm actually so pissed. There's a... Oh.Paimon! Ah! Oh, sorry, I was interrupted. This is rare. If you come to the temple, you don't need a thousand people. The god doesn't even ask. What you want is a bowl. Ha 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 ha. The bowl is a joke. It's just a little bit. You can use the ritual of the Nuyu Shokyo, right? No.私がこの寺にいる時間は君たちの想像をはるかに上回る。誠意が届いたからだろうか、先方にも少し心得がある。あ、そうなのか。まあまあ持っていきなさい。人のために善行をなすのも工事の一つだ。もともとこの地に残っていても意味はなかったからね。私のことは気にするな。欲しいものを好きなだけ持っていくといい。Huh. That was way too easy. Ah. Oh, it's these things. And this? I think this was updated, because I'm pretty sure these wasn't here when I last, like, got here. Huh. Interesting. この香炉、良さそうだぞ。少なくともこの寺ほどボロボロじゃない。航路の後は近くにある七星灯を集めようぜ。 Okay, so collect the items. These ones, right? 使えそうなものは全部持ったぞ。行く前にあの人に挨拶していこう。あれ、いないぞ。さっきまでここにいたのに。物を取ったらすぐに帰ると思っていたが、まさか私のことを気にかけてくれるなんてな。あ、さっきの人の声だ。おーい、どこにいるんだ。私の体は千年も前にとっくに消えている。君たちが先ほど見たのは不正流刑法によって作られた幻影さ。たった今君たちが不正流刑法に使っていた香炉と七星灯を持っていったからね。必然的に私の姿も消えたのさ。私はもともと夜叉の一人だった。岩王帝君が授けてくれた名は道尺。数千年前に力が及ばず戦死した。今日は私の命日でね。現代のリーウェイがどうしても見たくて、武作法ながらもこの術を使ったのさ。ところで君たちは高魔体制のところから来たのかな。知り合いだったのか。君たちから彼の気配を感じてね。それとその濃い合掌の気配も。
そうか、数千年も経つのに彼はまだあの苦痛に耐えているのか。自分が恥ずかしい。そんなこと言わずに、道塾さんだってリーユへのために命を捧げたんだろ。命は大切なものだが、コウマ体制が追っているものに比べたら死すら安らぎとも言える。道塾さんすまないね。誕生日は楽しく、命日は悲しくなんてね。フセール警報の効力もあとわずかで終わる。二人とも達者で、ついでに彼によろしく言っておいてくれ。はあ、もう一度チコ魚焼きが食べたかったな。チコ探しに海潜り、帰って再び妖魔狩る。あ、もう完全に消えたのかな。道尺って夜叉がいたこと、人々にも知ってもらいたいな。そろそろ行こうぜ。後で時間が空いたらまたここに来て証拠をあげよう。Ah, my God, man! 儀式に使う道具は揃ったか。この香炉と七星刀、まるで先方のためだけに作られたものみたいだ。一体どこで手に入れたんだ。道尺さんがお前によろしくって言ってたぞ。道尺、あいつだったのか。確かにあいつらしいな。道尺もやはりリーウェイを放っておけなかったんだろう。今のリーウェイを見て彼が安心できていることを願おう。では今から儀式の準備をする。香炉を真ん中に、七星刀はその周囲に散らせ、極寒のもので点を結ぶ。準備ができたら我を呼べ。うん、それでいい。OK。 そしてここからが無誘諸行法の鍵。この術には4つの過程がある。剣舞、瞑想、呪文、厩舎。あれ、そんなに面倒なのか。この戦法は絶運の仙人が千年かけて悟り手にしたもの。その奥深さを軽んじてはいけない。さもなくば自身が飲み込まれ、魂が体から離れて戻れなくなる。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。剣舞、すなわち香炉の上にお香を一本、元王帝君への敬意とする。瞑想、すなわち一切の雑念を遮断し、術の対象を脳の中に具現する。呪文、すなわち呪文をこう唱える。帝馬夜叉、三子往来、厩舎、すなわち二体の夜叉彫像に一矢放ち、私益の契約とする。すべてがつつがなくいけば、少し経った頃にあいつの魂がここに現れる。質問がないならさっさと始めよう。 OK。 So それから瞑想だ。あの嘘つき野郎の姿はあまり思い出したくないけどな。三子往来。夜叉の石像の腰が光ったぞ。二体の石像の光った場所にそれぞれ矢を放ったらいいんだよな。ショーの言う通りに儀式をやったぜ。まあまあだな。後のことは任せろ。お前たちは歓迎の準備でもしておけ。ここは、ん？
君たちはなんだか見慣れた顔だな。どうなってるんだ？体が軽い。ふわふわで重さを感じない。先方？仙人である我が輩の前で仙人ぶるとは図が高い。それにしてもここはどこだ？我が輩は防御旅館で気持ちよく眠っていたはず。そうか、うん、なるほど。さすが我が輩。我が輩はきっと夢を見ているんだ。おいおい、本当にどうしようもないやつだな。これじゃ意味ないんじゃないか。 Oh, you're not dreaming. ほう、何をする気だ。我が輩の夢の中で我が輩をどうしようと。よし、お仕置きだ。Wait, we're really gonna... A soul in need of discipline. I mean... Is he gonna attack? Not at all? Attack? At all? Is it glitched? Oh, no, it's just... Okay, well... Come here. Come here. There we go.話が通じないなら、これが運命。何？しっけな。やめてくれ。痛い。どういうことだ。本当に夢じゃないのか。 Well, that was... ストップストップ、わかった、もうわかったから、痛い。What's self song and dance? しない、しないさ。おかげで魂ごと消えかけたんだから。どれだけ運が悪かったら君たちという壁にぶつかることになるんだ。大仙人様、どうかお許しを申しませんから。オイラたちは仙人じゃないぜ。魂を呼んだのはオイラたちだけど、本物の仙人はこっちだ。仙人を偽り民を騙し、妖魔も駆除せず皆の安否にまで影響を与えた。そのまま行けば必ずや地に落ちていたであろう。あ、私は、あなた様は、ショウのオーラに飲まれて喋れなくなってるぜ。なお、仙人様の名を聞いてもよろしいでしょうか。 Which one?I guess I'll go with this one. あなた様が、本当にあなた様が、あの、まさか一生のうちに高魔大聖ご褒美者ご本人様に会えるとは。ショウのことを知ってるのか。もちろん、逆に知り尽くしています。私のおじいさんが民族学者で、小さい頃から高魔大聖の話を聞いてきました。今でも夜叉に関する書籍をしきりに集めています。しかしおじいさんの遺物から金鬼滅脚の札を見つけてからは、初めは仙人を真似るのが好きなだけでした。しかしそんなお遊びも時間が経つにつれ、ますますと。そうだったのか。じゃあお前はショーのファンってことだな。ああ、駒大聖に会わせていただけたこと、ありがたき幸せ。私は本当に夢見心地のようです。オイラたち、そこまで考えてなかったけどな。今日、これを機に、駒大聖様の前で、今後一切の悪行をやめ、平穏に過ごし、仙人様の名誉を傷つけないことを誓います。その誓言、しかと受け取った。行くがいい。ありがとうございます。ご慈悲に感謝を。今までリーゆえにしてくれたことにも感謝を。あいつの最後の誓言、なかなか誠実だったな。これでもう悪さはしないと思うぞ。そうだ、近畿滅却の札の回収がまだだったな。オイラたちに任せろ。明日の朝防御旅館に行って本人から回収するぞ。もう朝なんだけど。See, it's already morning. 達成革新天君っていうやつが、
性革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。So a really, really ordinary person after all. もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す洗礼を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す洗礼？誰のことだ？彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず開けてみようぜ。すごく気になるぞ。あ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。近畿滅却の札だ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。 Okay, well, lesson learned. Never put auto. I'm actually quite touched. It's all thanks to Shaw. そうだな。あ、そうだ。早く近畿滅却の札をショーに届けに行こうぜ。上だろ？下かよ。やっぱりここにいた。近畿滅却の札は回収したから、ショーが預かっててくれ。ご苦労。お客様、ご注文は何になさいますか？チコ魚の焼きを一つ。え？かしこまりました。少々お待ちください。Wait! あれ？今回は杏仁豆腐じゃないのか？ショーにしちゃ珍しいな。これは、道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただ、どんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。チコ探しに海潜り、帰って再び妖魔狩る。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちはここらで静かに離れよう。Is that it? That is it! Butterfly's dream is done and we just got teleported?Oh no. Okay. It's rain. Why is it? Dude! Why is there a storm? Omoide ni hitatte iru yasu. Jamashinai hou ga ii kamo. They should have put the actual dish here. Or maybe the dish isn't actually in the game yet. I don't know. Well, that was it for the action. Wait, no.It's not done? It's not done!